久美浜原子力発電所は関西電力が京都府熊野郡久美浜城に建設を計画していた原子力発電所。2006年3月に計画中止となった。当初は120万キロワット級2機。最終的には6機、計720万キロワットまで増設可能とするものであった。1975年5月、関西電力より、 当時の久美浜町に対し、兵庫県境に近い川の一区に原子力発電所設置のための環境調査実施の申し入れがなされた。その後約30年にわたり、川の一区及び隣接する朝日地区をはじめとする久美浜町住民を2分する論争が巻き起こされることとなった。2004年4月に、久美浜町を含む6町が合併し、京丹後市が誕生。市では、 旧久美浜城以外の住民からの理解が得られないなどの理由により二千六年二月に事前調査の撤回を要請。これを受け、関西電力では同年三月八日に市に対し計画の中止を伝えた。京丹後市では川の井浅日地域振興計画を策定。論争中は手付け数となっていた同地域の振興について廃校者を活用した宿泊施設。 フーランの館や滞在型市民農園、京団後市川の石井サイドクラインガルテンなど原発立地に頼らない地域づくりを目指すとしている。ありがとうございます。